皆さんおはようございます。2021年11月の25日、衆議院議員の原口和弘です。朝のご挨拶 A です。いつもの氷川公園にやってきました。先ほどはですね、書道で来年の一文字ということで、長谷川浩司先生に書という言葉を書いていただきました。書、天かける羽ばたくっていうことですね。もう来年こそですね、羽ばたく、そういう年になればなと思います。制作グループを作ろうと思ってます。まあこの25年間派閥が大嫌いで、グループ徒党を組む人も嫌いで、だけどそうは言ってられない。やっぱり300人を超えるですね、政党を収めようと思えばグループが必要ですね。で、なんとかグループ、かんとかグループっていうのに結構、まあ民主党の代表選挙のことを思い出すと、そういう中で、あいつは一匹狼だからということで、邪魔されたとは言いませんけど、障害になったことは事実ですね。だから、なんかいい会の名前をですね、若い方々からも作ってくれと。やっぱりこう、今党内にもいろんなグループがあるけど、ちょっと違うんだと思ってる人結構多いみたいですね。だから、まあ、代表選の最中ですけど、ちょっとそういうグループも作っていこうということを考えてます。まあそうなんですよね、派閥っていうとお金も、それから、ポストも、まあ権力闘争ですからね。そういうものがない、お遊びみたいな政策グループ作ってみたところであんまり意味がない。派閥の弊害っていうのは言われたけど、まあ、自民党の場合サブパーティーの集まりなんで、その集まりが、まあ、結構切磋琢磨して、中選挙区時代は議事政権交代してたわけですね。でそれが、まあ、自民党さんのですね、もう 今や自民党さんとは言うけども、そのアメーバみたいな力にもなってたわけですね。まあ、今回も議事政権交代してるわけですよ。その安倍菅政権っていう、非常にこう清和会的な、まあ菅政権もそうだっていうと菅総理は違うよっておっしゃると思うけど、短かったですからね、安倍菅政権のああいう、まあ、ある意味強権的な政治で、その強権的な政治で、だからもうメディアも萎縮しちゃって、自民党さんの記者会見とか小池さんの記者会見も、昨日佐藤明さんが模様、その都の記者会見、いかに都政クラブっていうんでしょうか、記者がだらしないかっていうのを嘆いておられましたけど、まあほとんど役割果たしてませんね。だから役割果たしてないから、新聞ももう滅んでいくんじゃないですかね。その一方的に都知事なり、あるいは総理なりが言ってることを垂れ流すだけだったら別にいらんですもんね。そのまま動画見れば、早送りすればいいわけで、加工されたものってかえって邪魔になりますからね。で、まあ昨日、その今日の大谷翔平選手のショーというので、先生がおっしゃってですね、ショーにしたんですけど、昨日たまたまこの頃、もうそうですね、40年前にお世話になった、未来工学研究所の偉い方から時々メッセージをいただいてるんですけど、大谷選手とのその素晴らしさっていうかな、まあ、小学生のようにこういろんなものにを楽しむことができて、だからこの動画でもですね、昨日も私ずっともう寝たきりになってるんですと、ですこうやってね外で、花をね見ることができて嬉しいって、だからその私ももう天井だけを見つめる時間、いや天井だけを見つめるだけじゃなくて、まあ、このままもう
外に出る日は来ないんだろうと。で、外に出るどころか、まあ障害固定装置っていうんですけど、足にね、その直接あの穴開けて固定するやつなんですよね。で、これつけたまんま焼き場に行くんだなって思ってたんですよ。でもなんとか皆さんのお力でですね、ここまで来て、で日々をその良きもの、美しきもの、そして大きな志、心善美、大きな志、それに触れることができたら、まあ、心を震わすことができたらですね、でみんなやっぱり小学生のような心を持ってたと思うんですね。だって小学生だったわけだから。でもどっかでそれがこう諦めだったり、あるいはねじ曲がったり、いろいろしてるんじゃないかって昨日その先生とお話をしたんですけど、そういうものがない人は幸せですよね。いろんな発想が、あの私ちょっと名前は言えませんけど、そのあるオペラから書道から絵画からもう何でもできる方と話をしたことがあって、まあその方も政治の世界もですね、世界にネットワークをお持ちで、でなんでこんなことができるんですかと言うと、安住君が似たようなことを言ってましたね。神様が降りてこられるんだと。別にその自分があの何か特別なものを持ってるっていうわけじゃないと、自分の中に特別なものがあるんじゃないと、その神様が、その芸術の神様、まあギリシャ神話で言うとアテネなんでしょうね、アテネが降りてくるんだと。でそのアテネが自分を通していろんな作品を作るんだというおっしゃってて、なんか分かったようで分からないけど、やっぱりそうなんだろうなって思いますね。要するに自分を虚しくして、そしてその天の声に耳を澄ますと、まあ、一生懸命いろんな努力をしてると神様が降りてこられる。でその瞬間っていうのは私も何回か経験したことがあって、あのまあ嬉しいですよね。だから今日ショーっていう言葉をですね、あの先生がおっしゃった時はまさに昨日の会話を思い出しましたね。なんかいろんなものがつながってるんですよね。あの時空っていうのは過去から未来にだけ行くんじゃないんだと、まあ折りたたまれた時間っていうのを私も病院で経験しましたけど、未来から流れ込んでくる時間っていうのもあるんですよね。だからそういうものをこうあるんですよねって、あるんだと思うんですよ。そうするとその時間っていうのはその過去から単線的に未来に向かってるものだけじゃないと、そう考えてみるといろんなものがつながってくる。だからこうやって日々良きもの、昨日もスペース、まあ正直言って夜中の12時半までやってっと、あのその後将棋のあのプログラム、将棋の AI にを打ち負かしてですね、どうだ勝っただろうって言って帰るんですけど、帰るんじゃない、あの寝るんですけど、頭が冴えてて、そのなんていうかな、なかなか寝にくくなるんですよね。睡眠時間があのなくなるというのはやっぱり良くないですね。もうスペースは1時間経ったら、最高で1時間経ったらやめるというルールにしたいと思います。そうせんとね、やっぱりね、昨日も11人ぐらい話したいっていう方で、その中にやっぱり最初男性が多いんですよね。後の方が女性が多くて、あの閉じた空間だと女性の方が圧倒的に多いんですよね。やっぱり最初はあのあれがあるのかなと思いますね。今日はこうやって一周してバラを帰りに吉池さんで買っていこうと思って、あの当選のお祝いにですねいただいたバラを挿し木に今して、
東京でも東京のベランダでですね栽培をすることにしました。まあ、水をねやるその自分でやんなきゃいけないから海外とか行ってる間はこれ自動水やり機かなんかあったらいいですね。でそのもうこれで最後にしますけど、昨日ハイデガーの話をその方がなさってですね、哲学を一生懸命学んでた時のことを思い出しました。自分がどうやって生きてるかっていうことも少し思い出させていただきました。ちょうど駒場の学生の時にですねカントの本を読み直す機会があって、カントは高校時代からずっと読んでたわけですけど、その原文で読めるようになってドイツ語をニゲシュティヒ先生が教えていただいたとしても、まあ全部代編してたんでノートで教えていただいたんですけど、まあ曲がりなりにもドイツ語が読めるように辞書片手でねできるようになって、カントの言葉で間違ってたらごめんなさいね、 S is good、 S is good、 カントが一番その命を閉じる最後に言った言葉らしいんですね。 S is good、これでよしと。で私もまああの世に行くのはごめん被りたいけども、まあ嫁さんもいることだし、それももう前ほど恐ろしくはない、むしろいろんなものとに帰ってくんだと思うと、もう前はですね常福さんじゃないけども不老不死の薬を生きてる間に絶対その見つけるんだと、そうじゃないければ、だから政治家を志したのも核で死んでたまるかと、あんなその非人道的な兵器を許せないという思いからあの政治家を志したんですよね。だから7つの、 あの昨日ある方がどういうその整理の仕方勉強の仕方をされてますかっておっしゃったから、3つの平和の理念のもと7つの活動っていうのを定めて、その7つの柱をもとに毎日の活動をやってるということを言いました。そうしないと発散しちゃうんですよね。私の場合はあれもやりたいこれもやりたいこれもやってないと、アフリカに行ってゴリラの研究したいと、これもまだ昨日18歳の人かな、話をして くれて中学生とかもね結構スペースとかだと、であんまり違和感ないんですよねっていうのは、62になったけどあの死にそうな時に時が折りたたまれてて、そっからなんていうかな逆に戻ってる感じがするんですよね。あの老いや滅びの方に向かうんじゃなくて、もう一回なんか若返ってる感じがするんですよ。なんか不思議な感覚なんですよね。あのコーヒー飲めるようになったのもカラオケで優勝するようになったのも不思議でしたけど、なんでですかね。まあこんなバカな話をしてるともう時間が経ってしまいますので、今日はですね明日の朝東京原口和弘あの一泊会っていうので講演します。もうこれ年に3回あるかないかの会で、もう全力をやって今からその資料を作るんですね。あのどういう資料になるか、まあ、これはあの政治資金、パーティー扱いなんで、あのその中身を外に出してもいけないんですよね。録画はしますけども生配信したらそのお金払って来てくださった方にいかんということで、池田さんから厳しく情報管理を義務付けられていて、あの中身も言えませんけど、これから全力でそれを全力でっていうか、もうこの半年間どういうことをやるかっていうので、あの頭の中に入れてきて、そして明日それを1時間の間にドンと出すっていう、そういう回なんですよね。あのたくさん来たいって方も、ただ会場に限りがあるんで、あのもう前売り券の方だけですね、あの入れるっていうの、当日の方はそんなに入れないと思います。またあの別の機会にね
参加していただければと思います。本当ありがとうございます。じゃあこのね、綺麗なバラ、紅葉の混じったバラも綺麗ですね。では皆さん、 S is good、 これでよしって言えるように、どうやったら前売り買えるか、どうやったら買えるんですかね。池田さんが一手にやってんで、私はそっちには全くノータッチで、普通国会議員は頼んで回るらしいんですけど、もう優秀な秘書さんがもう全てを取り仕切って、しかもお金のことなんで、もう一点の曇りもないようにやってますもんね。どうやったら買えるか聞いときますね。それも自分が知らんのもあれですけど、多分一泊会に入んなきゃいけないんだと思いますよ、会にね。でその中でだからこういうオープンなことをずっとやってて、しかし政治資金というのはこう事故が起きちゃいけませんから、それが一番いけないんで、クローストしてるその献金の先もですね、しっかりこう担保される、そこまでやってるらしいんで、やってるんで、結構ここは厳しい入場制限があるみたいですね。まあ、その入場制限厳しくするから、その分お金が少ないんですよね。まあでもしょうがない、しょうがないというか、それは当たり前で頑張らなきゃいけませんね。月が見えてます。じゃあ皆さん、良い一日を。そう、氏名が書かれないと参加できないんですよね。ありがとうございます、そう言っていただいて。ではごきげんよう、良い一日を。